はい。学校から帰ってきました。再生回数、今まで見てたんですけど、この動画で、57本目ですかね。その57本目で、テイラー YouTube チャンネルの、再生回数、ついに、10万再生回数、皆様のおかげで、達成することができそうです。やったぞー、 やったぞー、うわー、はい。ということで、今回のこの動画は、まあ、そのお知らせもあったんですけど、あと一つ、まあ、今まで Apple Store で一番撮ってきたんですけど、で、名古屋 iPhone 4S、iPad 第3世代に iPhone 5、iPad mini は Apple Store 銀座で一番撮りました。ということで、Apple Store 名古屋と銀座ではもう一番を撮りました。次の目標にしたいのは、日本の Apple Store 全店7店舗ですね。7店舗あります。7店舗で一番を撮って、ギネスとか、そういう申請とかね、したいと思って、これから頑張ろうと決めました。ということで、並ぶ時とかに Apple Store っていう文字が書いてある服が着たいと思いまして、今回ね、これね、なんて書いてあるかというと、ちょっとね、英語読みないですけど、まあ、この Apple Store in Japan と、これで日本全国の Apple Store 一番制覇という意味、ような意味合いになります。ということでね、今回一番撮るぞみたいな決意を服に刺繍で作ることにしました。遠くから見ても。まあ、Apple ロゴとは分かりにくく、Apple と分かりやすい。どっち？おしゃれな。おしゃれなロゴを、考えました。刺繍する服は、パーカーとか、今写真見せます。こちら。はい。この写真とか、あと、ポロシャツですね。ポロシャツとか、あと、フリースにね、どうしようかなと思って。帽子つけると、後ろのね、この背中に見えるんですけど、先ほどの文字を。刺繍で、それをね、ちょっとね、見えるかなと思って、気にしてるんですけど、この胸のとこには、テイラー、このオープニングで使わせてもらっているテイラーの黄色の文字を刺繍で入れたいと思ってます。それで、4、5000円になっちゃうかもしれないんですけど、もしかしたら、欲しい方とか、いらっしゃいましたら、YouTube のコメントでお願いします。今週いっぱいでしたら、まだ間に合いますので、お願いします。おしゃれなアップルロゴと、英文が入った、ちょっと自分の YouTube チャンネルが入っちゃうんですけど、アップテイラーっていうね、アップテイラーさんが日本一を目指してるっていう、このね、胸の、刺繍のロゴは、もしかしたら入れないこともできるかもしれないので、ちょっとね、それの辺はわかんないですけど、まあ、入れないのだったら、欲しいっていう方だったら、その、入れてないやつが欲しいとかね、書いてくれれば、入れたやつが欲しい、入れないやつが欲しい、4、5000円でも欲しいとかね、書いてくれれば、またご連絡します。ロゴちょっと使えるかどうかわかりませんけど、一応これで申請しています。はい、ということでね、ちょっと自分のユニフォームに関するお知らせでした。で、これをね、これからApple Store並ぶときに着たいと思いますので、これを着てる人がいたらぜひ声をかけてくれれば嬉しいです。10万回のお知らせとユニフォームに関するお知らせでした。バイバイ。どうも、こんにちは、テイラーです。こんにちは、テイラーです。こんにちは、テイラーです。皆さん、こんにちは、皆さん、こんにちは、テイラーです。